フランドレンシス大公国は南極の一部の領有を主張するミクロネーション。2008年にベルギー人のニールス・バーメシュにより建国された。フランドレンシスはいずれの国や地域からも承認されておらず、また国家承認されようという意思もない。フランドレンシス大公国は2008年9月4日に建国され、中世のフランドル伯領の影響を受けている。建国者は 趣味のミクロネーションであると認めている一方で、独自の身分証明書や通貨、新聞、憲法、国家を持っている。アフ、DRP、NP 会、フダップ、フロリダ、AL、ライジャストホーベと l S といった政党があり、年に一度選挙が行われることから、政治のシミュレーションにもなっている。入する大学のアラステア・ボネット教授は、フランドレンについて、 若年者が意思決定をするようになった市議会に影響を受けたミクロネーションの一例であると評している。また、建国者はフランドレンシスは文化的組織でもあるとしている。2012年には異なる28の国籍からなる128名の市民により構成されていた。インターネット以外ではフランドレンシスの活動はルーセラーレ周辺地域に限定されているが、 大使館は西フランドル地方のロンマークという町にある。また、オランダ語圏のミクロネーションのみからなるコモンウェルスを持つ。この連合体には、フランド連室の他に、アークル広告、カンピニア広告が含まれる。フランド連室はクラント、バンウェスト・ベジョンドランやリースレアテレビといった地方メディアで取り上げられてきた。 ポラネション2012に参加後、ヘッドニューズベラット、ヘッドベロング・バン・ディンバーグ、ゴゼット、バン・アントウェル・ペンといったベルギー氏がヨーロッパのミクロネーション報道の一部としてフランド連出についての記事を書くと注目を集めるようになった。フランド連出は地元メディアにより選挙報道がなされる数少ないミクロネーションの一つである。2014年にはベルギーの家、 N チャンネルの TV ショー、ノーマル面線に取り上げられた。2015年にはペルージャで開かれた第3回、ミクロネーション国際会議にも参加した。建国者によればフランドレンシスは、交流会についての意識向上を目的とした、環境保護主義の試みとされる。フランドレンシスは、領有権を主張する土地へ訪問しようとする意思を持たない。フランドレンシスは、 領有権の主張について国際社会に声明を出しており、その領土内に国民を居住させようとしない世界で唯一の国であると主張している。南極条約のとある解釈を根拠として西南極沿岸の5つの島の領有を主張している。ニールス・バーメシはこの主張を知らせるために国際連合、欧州連合及び 南極条約の承認国へ新章を送ったが、すべての国はこの主張を黙殺した。この主張が原因で、2010年には同じく、ミクロネーションの西アークティカ大公国との外交的対立が勃発し、結果として南極ミクロネーション連合を設立することとなった。この外交的対立の収束については、オランダの雑誌、コロンバス、クロアチアのニュースサイト、テレグラム、 フランスの書籍、レ・マイクロネシャンズで述べられている。2010年には、ロシアのオンライン新聞のチェイスニー・コリスパンデント氏は、南極のミクロネーションについての記事を発信し、フランドレンシスを南極大陸で最も印象深いミクロネーションの一つであるとした。フランドレンシスの国旗は1830年の初代、ベルギー国旗に影響を受けている。 初期のベルギー国旗にあった黄色の帯を新しい始まりを象徴する白色に置き換えている。同様にフランデレンの詩子をもとにして紋章には2匹のライオンも描かれている。2015年にベルギー人作家ジュリアン・オイは偽貴族と詐欺を主題としたレビジネス伝にてアンケットシュールレ・アーナックス・アラノーブレスというタイトルの本を出版した。本の中ではハットリバー広告 アラウカニア・パタゴニア王国、フランドレンシスといった、いくつかのミクロネーションが研究されていた。著者は、ミクロネーションであるフランドレンシスについて、釈位を得るためのユーマーのある、代替手段であるとしている。しかし、フランドレンシスにおける釈位は、貴族制度を作ろうという野心からではなく、単に中世風の特徴を持っていることにより、存在する。 ミクロネーションコミュニティ以外では建国者も国民もそれらの爵位を用いることはないが、これらはベルギーの爵位ではなくフランドレンシスの爵位であることから法に基づく本物の爵位であるとされる。またフランドレンシスではいかなる爵位も販売していない。ありがとうございます。